細谷駅に来ました。そして早速ここに高山彦九郎先生のお家の跡がの石碑があるということですねではここから高山彦九郎にまつわるスポットを巡っていきます高山彦九郎宅跡まで 750m 歩きます 高山彦九郎は完成の三鬼人の一人ですまあ、完成の三騎人っていうのは1700年代終盤11代徳川家成の頃を代表する奇妙な人っていうことですさあ皆さん鬼人ってどういう人ですかなんかわけわかんないこと言ったりやったりする人ですよねだから鬼人っていう言葉はちょっとネガティブに聞こえますねでもこの場合の鬼人っていう言葉はめちゃくちゃ褒め言葉なんですどういうことか鬼人がわけわからないことを言うのは未来を先 気取りしてるからなんです。 例えば、ガリレオ・ガリレイって地動説を唱えましたよね。太陽の周りを地球が回ってるんだってやつですよね。まあ、現代の我々からすればそんなの当たり前ですけど、でも当時は地球の周りを全ての星が回ってるっていう天動説が常識でした。だからガリレオ・ガリレイは鬼人扱いされてたんですね。つまり、いい意味の鬼人っていうのは一つの正解にいち早くたどり着いた人のことを言うんですね。そして高山彦九郎も鬼人として 歴史に名を残しましたつまり彦九郎も未来を先取りしていましたあの明治維新の思想を100年ほど先取りしてたんですね 彦九郎はここ、今の群馬県大田市に生まれます。おばあちゃんが教育熱心で、我が高山家の祖先は、あの新田義貞さんに仕えてたんだよって教えてくれるんですよ。で、新田義貞って言ったらもうあの鎌倉幕府を倒したスーパースターですよ。その新田義貞に仕えてたわけですから、祖先の高山さんもすごいですね。わ、すごいなーってね、彦九郎少年は思うわけですね。 ある日、おばあちゃんから、これ読んどきなさいって言って、太平記っていう本を渡されます。まあ、鎌倉時代から室町時代に移っていく流れが書いてあるんですね。五代醐天皇を中心に、楠木正きや新田義貞なんかが戦って、鎌倉幕府を倒しました。で、剣務の神聖という新しい政治を、五代醐天皇が始めました。でも武士は礼遇されて、不満が溜まっていきました。そこで足利尊氏率いる不満武士集団が、五代醐天皇を倒しに行きました。 最後天皇は逃げていきました。 おしまい、みたいな感じですね。で、新田義貞や祖先の高山さんは五大五天皇側の人なわけですよ。だから、彦九郎は祖先の高山さんに感情移入して大平記を読んでいるんで、もう天皇マジリスペクトなんですよ。で、足利高氏は天皇に仕えてる人たちを倒していきますよね。だから、いや、こいつ何やってんのってもうなんかムカついてくるんですよ。なんか天皇を倒して、幕府作って、将軍になって、なんか調子乗りすぎじゃね って思うわけですよねそして彦黒はふと現在に目を向けました絶対権力は江戸幕府にあって天皇の存在感はちょっと弱いんですねあれ天皇ってもっと偉いんじゃないの幕府が偉そうにしてるのっておかしいんじゃないのこう考えるようになるんですねこれがいわゆる尊王論ってやつですねあの明治維新がまさにこれでしたよね幕府を倒して天皇中心の政治にしたんですよねその尊王論を明治維新より100年も前に はは考えていたんでですねでも当時はまだ同じこととを考えていいる人はほんんどいませんでしただってこの時の日本は平和そのものです。戦争もないし、外国の脅威もまだありません。じゃあ現状のままでいいじゃないですか。今の体制にみんな特に不満はなかったんですね。だからわざわざ尊王論を主張するなんてもう意味がわかんないんですよ。そういう風潮の中で、彦皇は尊王論に目覚めていくんです。 さあ到着しましまた高山郎宅跡ですねだからここで「えー、太平記」を読んで足利尊氏に切れてたっていうことなんですかね。で18歳まで、えー、この辺りにいてでそっからいろいろ旅立っていくわけですよね。ですぐ近くに「高山彦九郎記念館」があります。ということでじゃあちょっと行ってきましょう。 行ってきましたでは次歩いていきましょうでは今日最後のスポット高山神社まで 4.3km 歩きます そして18歳の時に家に置き手紙を置いて旅に出ます。日本全国に尊王論を広めに行くんですね。まずは京都に向かいます。そして京都御所に着くと突然土下座をするんです。私、高山被告老と申します。天皇陛下の言うことは何でも聞きます。命も捧げます。よろしくお願いします。って号泣しながら叫ぶんですよ。 もう周りの人たちにクスクス笑われちゃってるんですけど、もう被告ロは気づかないんですよ。ね、これでこそ鬼人ですよね。今、この被告ロが土下座してる銅像が三条大橋にあるんですってね。京都人の定番の待ち合わせスポットになってるらしいんですよね。明日9時に土下座前ね、みたいなね。だから東京でいう渋谷の八甲前みたいな、そんな感じなんでしょうね。まあ、厳密に言うと被告ロのこれは土下座じゃないらしいですね。妖配って言うんですってね。 その後もヒコ郎は、尊王思想を前面に押し出した行動で、鬼人ぶりを発揮してくれます。ある時、京都のあるお寺に行くんですね。どうやらそこに、あの憎き、足利尊氏のお墓があるということで、ふざけんじゃねえ、つって、そのお寺に行くんですよ。で、足利尊氏のお墓を見つけるんですね。すると、ヒコ郎は、拷問で使う鞭を手に取って、尊氏のお墓をバシバシ叩くんですよ。この野郎、バカ野郎、天皇に噛むかい、やがって、つって、もう何百回も 叩き続けたっていうエピソードがあるんですねてか、このエピソードがあるってことは、それを見てた奴がいたってことですよね。何回無知打ってたか数えてたってことですよね。なんで止めに入らねえんだって話ですけどね。あー、高藤さんのお墓叩かれてるなーって、いや、ぼーっと見てる場合じゃねえだろうって感じですけどね。 またある時ですね、京都を歩いてた飛行炉は、長いものついた亀をゲットします。あ、これは縁起がいいから、天皇陛下にプレゼントしようって言って、朝廷に献上するんです。で、そしたら受け取った広角天皇が、やったーもがついた亀だーってめちゃくちゃ喜ぶんですよ。 で、お礼がしたいって言って、被告炉が天皇と対面するんです。で、被告炉ありがとね、なんて言われちゃったもんだから、もう被告炉は最高に幸せで、いや、天皇陛下が俺を名前で呼んでくれたぜーってね、大はしゃぎするんですよ。なんかあの、握手会に通うアイドルファンみたいな喜び方ですね。小魚が俺の名前覚えててくれたよーみたいなね。 そんなある日、事件が起こります。1789年、尊悟一件という事件です。広格天皇が、お父さんを上皇にしたいと思いますって言うんですね。上皇って、天皇を次に譲った人がなるやつですよね。でも、広格天皇のお父さんは天皇になってないんですよ。天皇になったことない人に、上皇なんて与えちゃっていいのって感じなわけですよ。それで幕府が上皇の位を与えることに反対するんです。で ババチバチに言い争うんで、すすがが幕府が堅くななにに反対し続けてついに尊号は与えられなかったんですねでねこれに被告は切れるんですよ。天皇のお父さんなんだから上皇でいいだろう。幕府が口出しする筋合いはないだろうって言って全国を解いて回るんです。で、こんな奴を幕府が放っとくわけないですね。で、逮捕されるんですよ。で、釈放はされるんですけど、幕府はずっと被告を監視するんですね。 そしてある日ですね、被告炉はクルメの友達の家にお世話になっているんですが、その友達の家で突然自殺をします。 ま、友達もたまったもんじゃないですけどね。1793年、被告郎は47歳で亡くなります。なぜ自殺をしたのか、遺書がないのでわかりません。でも察しはつきますよね。被告郎は全国を回って必死に尊能論を解いていました。でも世の中はなかなか変わらなかったんです。だって世は平和な江戸時代、戦争もない、外国の脅威もまだない、みんな別に不満なんてない、幕府を倒すモチベーションがどこにもない、だから 被告の主張はなかなかかか広がりを見せなかったんです、すでそこに孫悟一件が起きて、ああ、やっぱり幕府は強い。私の活動には何の意味もなかったのか。そう思ったんじゃないですかね。 ということで、鬼人高山被告郎の生涯を振り返りました。ひたすら尊王論を唱え続け、そして絶望したっていう人生でしたね。あと50年遅く生まれてたら、被告郎が日本を動かしていたのかもしれなかったですけどね。まあちょっと時代を先取りしすぎちゃったんですね。時代を先取りしすぎたからこそ、みんな理解できなくて、鬼人扱いされちゃったんですね。 でも実は、被告論の主張自体は別に基人と言われるほどぶっ飛んだものではないんですよ。尊能論なんてもっと前から言ってる人は実はいたんです。山形第二とかがもっと前から唱えてましたからね。つまり、被告論の主張は多数派ではないんだけども、ある程度仲間のいるものではあったんです。尊能論は頭のいい何人もの人が唱えてたんです。 つまり、一人の基人が完全オリジナルの主張をしてたらそれはやばいんだけど、何人もの基人が同じ意見を言っているのだとしたら、それはもしかしたら重要な意見なのかもしれないんですよ。でも、平和ボケしてる一般人たちがそれを理解できないから、彼らを基人扱いしちゃうんです。こうして平和な時代って重要な意見をスルーしちゃうんですよ。 さて、現代の日本も、まあ平和ですよね。いろんな問題はありますけど、今目の前に国家存亡の危機が迫ってるわけじゃないですよね。そんな中、例えばこんなことを言っている人がいます。 これからは水を奪うために戦争が行われます。今中国人が日本の土地を買いまくっています。土地を買えば権利はその上限にも及びます。つまり地下水を手に入れることができます。日本の水が中国に奪われ始めているのです。こう言っている人が何人もいます。これどう思いますかピンとこなくないですかいや、そんな熱弁されてもって思いません でももしかしたら数十年後あるいは数年後に日本は日本の水を使えなくなっちゃうかもしれないんですよだったら今から外国人が日本の土地を買うのを規制する動きがあるべきじゃないですかでも一般人には危機感がないからこんな日本の水を守ろうなんて雰囲気はないわけですよね僕自身もこの水の話を知った上でやっぱり危機感を持てないんですよどこか遠い世界のお話に感じちゃうんですよまあでも危機感がないなりに なんか英語の勉強を始めたりはねしましたよあの別の国でもやっていけるように今から備えておこうという結論に僕は達しましただから僕は一応貴人たちの声をちゃんと聞くようにはしています こういった貴人たちの警告をスルーしていると、いつの間にか手遅れになってるなんてこともあり得ます。明治維新はギリギリ間に合いました。でも現代に潜む危機を日本が乗り越えられるかはわかりません。中心雇用の崩壊、年金制度の限界、民主主義の限界、現代の高山被告郎たちはもう警告を発しています。その言葉をしっかり聞いている人だけが危機に備えることができます。平和な現代こそ鬼人の言葉 よよくくく聞いい。て、てて吟味してみてくださいこれが高山彦九郎の人生から学ぶべきものだと僕は思いますさあここが高山神社ですね。明治の初めに高山彦九郎を祀るためにここが建てられたと。 いうことですね、まあ、あの明治政府っていうのが、まあ、天皇中心の国家にしようぜってことであの作られたものなんで「尊王論者」っていうのはこうやってね票を飾れるわけですねで高山被告廊はねもうザ尊王論者ですからこうやってね立派な扱いを受けているというわけですねさあじゃあちょっと行っていきたいと思います さあ高山神社行ってきました階段をこうずっと登っていくんですけどねその上に高山被告堂が祀られてましたねあのおそらく部活の高校生がね階段ダッシュって使って、ね、もう息切れしてましたからねもうそれぐらい大変な思いをしないと高山被告炉には会えないということでね明治政府のね丁重な扱いぶりがよく分かりましたね